ナガ軍隊の特殊部隊と聞いて思い浮かびやすい有名どころとしては、米陸軍のデルタフォースやグリーンベレー、米海軍のネイビーシールズ、ロシア連邦軍のスペツナズ、などなんじゃないかな。特殊部隊って響きがかっこいいよね。映画やドラマなんかでもよく題材にされているし。実際特殊部隊は、通常の地上部隊のように集団での火力投射による敵部隊への広範な攻撃、地域の占領を基とした部隊ではなく、少人数で特定の効果値目標に対する精密対処など捕獲殺害などを任務とする部隊だから、スタイリッシュなイメージは確かに当てはまるぜ。そうだね。そのため、通常の部隊のように集団による数の力多人数重武装を活かした戦闘は行わず、少人数で高度に訓練された個々の兵士の能力少人数軽武装によって精密で高難易度な作戦を遂行するからね。このような作戦遂行の性質上、映画でも頻繁に登場して活躍するシーンがよく書かれるってわけなんだね。だからこそ、みんな特殊部隊に対してある種の憧れがあるんだろうね。海外の軍隊はこんなすごいことをしているんだと思っている方も多いと思うけど、日本の自衛隊にも特殊部隊は存在するんだ。今回はそんな陸上自衛隊特殊作戦群の正体について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。陸上自衛隊に2004年3月29日に創設された特殊作戦群 JGSDF スペシャルフォースグループ SF グループは、先にも名前の出た米陸軍の対テロ特殊部隊デルタフォースや、同陸軍のグリーンベレーとも呼ばれている US アーミースペシャルフォースズエアボーンに範を取っているよ。陸上自衛隊の特殊作戦群は、防衛大臣直轄の陸上総隊に所属しており、そして、その編成や所属人員については、安全保障上の理由に非公開とされており、所属している隊員は、家族にさえ特殊作戦群に所属していることを明かすことが許されず、公開の場に姿を現す際は目出し帽をかぶって顔を隠すなど、厳しい守秘義務と秘匿を受けているみたい。特殊作戦群が書かれる作品としては、漫画家川口海二氏の作品空母いぶきに登場しており、ここでは、中国軍に占拠された与那国島の奪還作戦を行うために第一空挺団が空挺降下する際、特殊作戦群は空挺団に先行して夜間、自由降下によって密かに与那国島に侵入し、第一空挺団の降下地点の確保や誘導を行う役回りをしていたね。あくまでも漫画の中での活躍ではあるけど、特殊作戦群はデルタフォースやグリーンベレーに範を取っていることからも、その任務は米陸軍特殊部隊と非常に似通っており、対ゲリラ掃討戦、敵勢力圏内での偵察接攻、後続部隊を敵勢力圏内へ誘引するための誘導支援、敵降下地目標への精密誘導攻撃の支援や、敵勢力圏内での後方撹乱及ぶ破壊工作を任務としているとされているよ。2002年に公開された宣戦布告と呼ばれる映画作品では、特殊潜水艇にて日本に侵入した共産圏防国軍の特殊部隊に対処する日本側の動きが書かれているんだけど、映画が公開された当時、陸上自衛隊にはまだ特殊作戦群は存在していなかったため、警察の特殊部隊や陸上自衛隊の普通科部隊が対処に当たっていたみたい。しかしながら、少数の特殊部隊相手に警察の特殊部隊では火力と能力に圧倒的差があり対処し得ず、陸上自衛隊の普通科部隊も少数の特殊部隊の待ち伏せ攻撃や撹乱に対応が追いつかず、多大な犠牲を払う姿が映されていたんだよね。最終的には敵特殊部隊は、対戦車ヘリコプターの攻撃で殲滅されることになったよね。これも映画内での話ではあるんだけど、対特殊部隊や対ゲリラ対テロリストなどの高度な訓練を受けた少人数の戦闘集団に対しては、同じく高度な訓練を受けた部隊人員でしか効果的な対応をすることができないことがよく書かれている作品となっているんだ。この特殊作戦群の本部は、千葉県に所在する習志野駐屯地内に置かれているよ。この習志野駐屯地は、特殊作戦群が編成される前までは、日本最精鋭と謳われていた第一空挺団の拠点ともなっている場所だね。そして、特殊作戦群の人員には第一空挺団の所属経験のある隊員も多いと言われているけど、人員が約300名となっている以外、その詳細は不明となっているよ。訓練内容についても防衛秘密とされており、外からは伺い知れないよう、厚いベールに包まれているってわけ。この特殊作戦群だけど、有事の際には、特殊作戦群と同様に陸上総隊隷下である、第一空挺団や長崎県相浦駐屯地に所在する水陸機動団、木更津の第一ヘリコプター団第102飛行隊、宇都宮にある中央即応連隊などと密接に連携して活動するものと思われるんだ。そして、特殊作戦群はその任務の性質上、
他の一般部隊と比較して、個人装備については多種多様なものが用意されており、迷彩服についても一般的な通常支給の迷彩服だけではなく、濃紺の迷彩服が支給され、戦闘服においては、一般用と航空用、空挺用、機甲用、市街地用と多様な種類が支給されているみたい。武装については、標準装備の銃としては、米陸軍や海兵隊でも使用されている M4H や、取り回しのしやすさと小型軽量を追求するために単銃未化したアサルトカービン、特殊小銃 B として、ドイツのヘッケラー&コッホ社製の 5.56mm な投弾を使用する、アサルトライフルを使用していることが確認されているね。その他、ヘッケラー&コッホ社製のサブマシンガンである MP5 や同社の自動小銃である M27AR、米国のシグザウェルゾーン社製のサブマシンガン SIGMPX なども調達装備しており、様々な任務に応じて使い分けており、隊員はどのような銃であっても十分に使いこなす技量を有していると言われているんだって。よく聞く銃たちの名前だね。隊員たちは銃の扱いに関してもエキスパートってことなんだ。また、従来より陸上自衛隊において使用されている89式小銃や、最新型の20式小銃などの自衛隊正式装備品も当然保有しており、最新の20式小銃については、特殊作戦群や水陸機動団などへ優先的に配備が進められているようだぜ。この他、対人狙撃銃としてレミントンアームズ社製の M24A2 や、近年登場した個人防御火器と呼ばれるジャンル PDW イコールパーソナルディフェンスウェポンの、ヘッケラーコッホ社製 MP7 なども装備されている模様で、自衛隊の正式化装備以外にも柔軟に武器及び装備品を取り入れている様が伺えるんだ。この自衛隊再生鋭である特殊作戦群の人員の選抜については、発足された当初は、母体となった第一空挺団の人員から、その多くが選抜されていたようだけど、現在では全国各地から全ての隊員を対象に職種の区別なく選抜が行われているみたい。その選抜試験の内容や必要資格については当然全く公開されていないけど、防衛省訓令において特殊作戦隊員の要件については公表されているよ。そこでは、空挺基本降下過程、もしくは空挺基本降下過程と特殊作戦過程の両方の履修が必須とされており、レンジャー資格の有無については特に明記されていないんだ。そして、これらの必須資格は、選考試験合格後に取得も可能であるため、資格や要件よりも隊員個人の資質を最も重要視しているとされているね。特殊作戦群の隊員になるには、選考試験矢印特殊作戦過程矢印特殊作戦隊員誕生というプロセスを通っていくんだけど、実際に特殊作戦群の隊員になれるのは、特殊作戦過程の訓練参加者の1割から3割程度であるとされており、訓練の過酷さで有名なレンジャー教育過程をしのぐ厳しさであると言われているみたい。この特殊作戦過程では、約1年間訓練を通して選考を受けることになるんだけど、空挺機章を持っていない隊員については、まずは基本降下過程からスタートするよ。基本降下過程を修了している隊員は特殊作戦過程として、陸海空各自衛隊の各種教育を受講することが必須要件とされており、海上自衛隊のスクーバー過程不発弾処理などを行う水中処分員、陸上自衛隊の自由降下過程、冬季遊撃レンジャー過程などを受けていくことになるみたい。様々な過酷な訓練を多数受けることが必要となるため、特殊作戦群の隊員が一人前になるまでには、相当な年数を必要としており、これを全てクリアした隊員は、まさに自衛隊員の最高峰再生鋭隊員であることは疑いようのないものとなるぜ。これらの訓練を終了して正式に特殊作戦群の隊員となってからも過酷な訓練は続くよ。訓練内容としては、一般部隊でやれば確実に責任者が処分されるレベルのものが多数存在し、例えば、射撃訓練時には標的の真横に隊員を立たせ、それを10メートル以上離れた場所から走りながら拳銃で射撃するというものもあるみたい。これを一般部隊でやれば、新聞の一面を飾ることができるだろうが、特殊作戦群の隊員はそのような過酷な訓練を普通に受け続けており、それが、特殊作戦群隊員としての高いプライドと任務遂行達成への強い意識につながっているとされているぜ。隊員の中には、自費で休暇中に海外の民間軍事会社などが主催する研修に参加する方もいるそうだな。このように日本最強と称されても間違いないほどの実力を有する特殊作戦群は、非常に危険な敵対勢力圏内での活動や要人の暗殺なども可能とするよう訓練が行われているとされ、その活動は、現代の忍者と呼ぶにふさわしいものとなっているね。本当に忍者だよね。ミステリアスで、陰で日本を支えるなんて、とってもかっこいい。特殊作戦群の隊員は、
特殊作戦機章と呼ばれる機章を自衛隊の施設内で、軍長の許可がある場合にのみ着用を許されているんだけど、この特殊作戦機章は、日の丸と正義や軍事力を意味する剣、獲物を吸収する姿を模したたか、陸上自衛隊機章の桜星と親睦である榊をデザインに取り入れているよ。この機章を着用する特殊作戦軍隊員は、一機当選の日本最強の矛であり盾でもあるってわけだ。世界情勢が緊迫の度合いを高めている中、彼らが日本に存在することを心強いと思わずにはいられないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F-35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において頂点に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F-4 ファントム、第4世代戦闘機は F-16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F-35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F-35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F-35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型をすべて F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F-35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F-35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F-35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップ・グラマン社とロッキード・マーティン社、BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F-35 を製造しているってわけ。小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及び呉島にある同社工場で部品の製造を行い、東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F-15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F-35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F-35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。
ここから判明することとして、2021年の F-35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F-35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F-35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F-35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA-18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F-35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上？すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F-35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F-35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F-35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S-400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F-35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F-35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F-35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはありえず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの2択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。こうした F-35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃、アラブ首長国連邦は F-35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F-35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F-35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F-35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、
中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F-35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F-35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F-16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが F-35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F-16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F-35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の原油戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F-35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F-35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F-35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F-22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。先日、韓国空軍が運用する F-35A ステルス戦闘機が胴体着陸をした情報をキャッチしたみたいなんだけど、さらに恐ろしい事実が明るみになったよ。実は、韓国空軍が運用する F-35A 戦闘機が偽物である疑惑があるんだよな。あのアメリカが自国製品を、それも偽物を売るなんて信じられないよ。アメリカにはアメリカの事情があったようだな。同盟国としての関係がありながら、北朝鮮にべったりの韓国をアメリカはすでに信用できない様子で、今後両国の関係が風雲急を告げる事態も考えられるようになっているぜ。みたいだね。そんな韓国のお粗末な事情と、アメリカを怒らせたことで起きる弊害について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、アメリカとの契約に基づき、F-35A ステルス戦闘機が逐次韓国に導入されているところだけど、隣の国のこととはいえ、機密情報については気になるところだよね。そもそも、アメリカが開発した技術の中にはブラックボックスと呼ばれる軍事機密部分もあり、日本においても運用している戦闘機の一部には当然ブラックボックスがあるんだ。ブラックボックスがある場合、その機体の修理や回収はアメリカの手によって行われるため、例えばグアムに改装するなどの手間がかかるのも事実だよ。それを差し引いても最新鋭の技術や兵器を搭載している戦闘機を持つことが、日本の国防に大いに寄与するから購入して運用しているってわけ。じゃあ、韓国はどうなっているの？韓国は、日本の場合とは少し事情が違うようだね。そもそも、売り手側のアメリカが買い手側の韓国を24時間監視しているというのだから、尋常ではないよ。これは、アメリカ曰く韓国を信用できないことの表れだね。アメリカは韓国を明らかに信用していないんだ。その証拠に、韓国に配備されている F-35A は外観のみ F-35A 戦闘機とは言えるものの、中身は完全オリジナル製品となっているからな。要するに、F-35A をアメリカから買ったのだが、その機体の中身を入れ替えたということみたいだぜ。当然ブラックボックスの部分は、元から韓国側に見せないようにして、ってわけだ。そこまでアメリカが韓国を信用しない理由は、北朝鮮中国の影がちらついていることが最も大きな原因だろうね。韓国は、経済面で中国との関係を強化しており、中国の後ろ盾がある北朝鮮とも融和できると踏んでいるようなんだけど、北
北朝鮮ほど狡猾な国家はないわけで、利用価値があれば利用され、馬鹿にされるだけということがわかっていないんだろうね。北朝鮮からすれば、韓国はアメリカとの直接交渉に乗り出す時の出しでしかなく、交渉が途絶すれば韓国と接近する意味もないわけで、建ててあげたビルを爆破されても遺憾の意で済ませてしまう韓国は、本当に北朝鮮に舐められていると思うよ。そんな関係性を有している韓国を、アメリカが果たして本当に信用するのかってことだな。ブラックボックスでも開けられて、中国や北朝鮮に流されでもしたら、アメリカの国益を損なうわけだし、かといって、同盟国一応である韓国に何もしないわけにはいかず、アメリカが考えついたのはハリボテ F-35A を韓国に持たせておいて、周辺国を威嚇することしかなかったんだろ。ちなみに、韓国は F-35A を60機購入予定だったんだけど、現在その機数は40機程度に落ちているとされているよ。なぜ20機分を節約したのかはわからないけど、本当にお金がなくて買えないというのも本音のようだね。韓国のウォンが対外通貨としては弱いことは誰もが知っていることであり、アメリカや日本が通貨スワップを言って俺たちも後ろ盾になってやるから、ウォンがダメでも円とかドルとかでフォローするからさと、両国のブランドにすがって生きてきた部分があるよ。表だって日本を非難しているくせに、裏ではおんぶに抱っこだもんね。でも、2022年1月時点で日本もアメリカも通貨スワップを終了しているため、韓国は両国の経済的なブランドイメージを使うことができないんだ。本当に内袖を触れなくなってしまっているってわけ。そんな状況にもかかわらず、韓国は軽空母の保有計画を表明したんだよね。強襲揚陸艦を空母化改装するとぶち上げたのは、日本が出雲型護衛艦出雲加賀を空母化することとし、出雲がアメリカ海兵隊との合同訓練で F-35B 乗り発着テストを無事に終えた後のことだったよ。明らかに悪化が見え隠れしていて、気持ち悪いよ。韓国のそんな軽空母化計画が果たして本当に確定しているのかはよくわからないけど、韓国は軽空母用に短距離離陸垂直着陸可能な F-35B 型を20機程度調達する方針を打ち上げているんだ。ちなみに日本は F-35A を105機、空母搭載用の F-35B を42機調達することが決定していて、機体数だけを見ると世界でも本国アメリカの次に多い機数となっているぜ。そもそも韓国が F-35B や軽空母建造の意思を表明した背景は、日本を敵対視していることがあるんだ。海上自衛隊が護衛艦出雲加賀を航空母艦化改修を行うことで、韓国は敵国の勢力増強を不安に思い、対抗策を考えた結果、こっちも空母を持とうと安直に判断したと考えられるね。しかし、実情として F-35B 型は、アメリカやイギリスが調達計画からすでに手を引く動きを見せており、世界の戦闘機事情から見ればそろそろロートル機と考えられている機体とも言えるよ。製造企業であるアメリカ国ロッキード・マーチン社は収入の一部を失われてしまうところだったけど、韓国が購入の意欲を示したことで、新たな顧客をゲットすることには成功したわけだね。ちなみに韓国、軽空母艦の開発に必要であるという理由で、F-35B の詳細情報の開示を要求したようだが、ロッキード・マーチン社は契約完了後にしか見せないとして拒絶しているぜ。契約前にそんなことを言う国がいるんだね。まあ、韓国なら納得だよ。韓国が空母を持つということは、中国への配慮から避けていたという見方もあるようだね。韓国は、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級大型輸送艦を建造すると大々的にもともと表明していたんだけど、これは軍事大国の中国を気にかけうちは空母を持ちませんよと配慮したという裏話があったんだ。そんな状況下で海上自衛隊が護衛艦出雲と加賀の航空母艦化を公表したことで、韓国にとっては中国にはばかることなく日本が持つからうちも持つと、格好の理由ができたといったところじゃないかな。日本への対抗策として考えたものなら、中国の機嫌を損ねることなく、堂々と空母を保有できるし、中国から空母の技術を提供してもらうことも視野に入れることができるからね。韓国からしたら、そんな感じで頭の中が幸せな構造になっているのかもね。そもそも、空母を持つは持たないというのは、地勢によって大きく影響を受けるんだよね。日本は4州を海に囲まれた島国であり、その地勢上から見ても、海上防衛、海上から迫り来る敵への対抗は必要不可欠となっているよ。今もすでに、中国海軍の脅威を受け続けている尖閣諸島南西諸島の防衛戦略には、陸上拠点だけでは困難であり、出雲や加賀によって運用される F-35B が絶対的に必要になってくるってわけ。F-35B はステルス性能向上を重視している構造ゆえに燃料搭載量が限られており、
他の従来戦闘機よりも航続距離や行動半径が短く、長期戦を考えると空中給油機も必要になってくるわけで、洋上補給拠点としても空母を保有することは必要不可欠なんだよね、と。日本には空母を持つべき理由と事情があったわけだけど、韓国はどうなんだろう？韓国の規制を見てみると、海洋部分だけで見ても日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮領海を加算したとしても、約 12% 強になるくらいで、陸上基地から発進する F-35A 型の航続距離の範囲に十分収まるということは、誰でも理解できるんだ。また、空母とは洋上を航行してくる空母打撃群に対する反撃手段としての活用もあるんだけど、韓国に洋上から攻め立ててくる国が果たしてあるのかと聞かれて誰が答えられるかな？日本、アメリカは敵だと明言してくれるならば、こちらは自国防衛のために先制攻撃も辞さず、とあらゆる手段を持って韓国に攻撃を仕掛けることになるかもね。F-35 シリーズは、韓国以外の国からも引き合いが多く、実は、イタリアも F-35A と F-35B の2種の調達を進めていたんだけど、ここに来てイタリアが中国にべったりとの状況があり、アメリカが難色を示しているとの話が聞こえてきたよ。経済的にイタリアと中国は関係が深く、多くの中国労働者がイタリアに入ったことで、イタリア国内でも爆発的にコロナウイルス感染者が増えたんだけど、この時に中国人目とイタリア世論が湧かなかったのは、イタリアが中国資本によって経済活動を支えられていることを理解していたからと言えるんだ。イタリアには、F-35 シリーズの修理や改修などを行うことができる公式工場 FACO があるんだけど、これですら中国との関係が徐々に高まるようであれば、イタリア経由でその秘密が暴かれてしまうのではないかとアメリカが考えても無理はないよね。韓国にせよ、イタリアにせよ、繋がるところは中国というところに、アメリカがシビアになるのは無理もないだろうな。日本のように安心できる同盟国を確保しておきたいところだが、韓国なんかはもう何を言う気も失せるだろうぜ。ちなみに韓国、F-35A の改修については日本の小牧基地にある FACO での対応を拒否しているね。反日感情が先立つ傾向があるため、自分の戦闘機を日本に持ち込むことは完全に拒否しているからなんだ。でも、それはあくまで韓国側が説明した理由であって、日本の事情はちょっと違うよ。日本の FACO は三菱重工業メインで運営されているため、韓国の依頼する仕事なんか受けたくないってところが本音なんだろうな。何しろ、戦争中の徴用工問題で韓国司法に財産を没収されて売却されるかもしれないわけで、そんな国の仕事なんか受けてやるもんか、と公言したって誰も怒らないと思うよ。そもそも韓国は、日本の約半分の人口しかいない国なんだよね。でも、軍事予算に注ぎ込む費用は日本と同額と言われており、このお金を捻出するよりもっと有効な使い方はできないのかと国民からたびたび批判されているのも事実ってわけ。そんな批判の声を反日だけで押し切ってきた韓国政府に、果たして先見性のある政治や国防が語れるのか、本当に疑問だよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。